ですね。なんかよく海外試したいとか、海外でこういろんな、なんだろうな、知らない世界をとかって、まあ、漠然と思う選手ももちろん多いし、まあ、自分ももしかしたらそう最初は思ったのかもしれないですけど、試したいというよりはサッカーっていう一つの競技で世界中の人とつながれるっていう、その、まあ、規模のちょっと大きい話ですけど、まあ、そういう一つ の, まあ、ボールを触る、蹴る、取るとか、そういう点を取るってところで世界中の人と共有するっていうことの、まあ、大きく言えばそのサッカーの良さっていうものを、まあ、自分肌で感じたかったっていうのが、まあ、一番大きい理由です、はい。言葉の壁とかっていろいろもちろん海外に行けばあるんですけど、まあ、言葉がなくてもできることってたくさんあるし、もちろんその最初1年目だったら言葉がなくても、まあ、アイコンタクトだったりボディーランゲージだったりとか、点を取る、勝つってことはプレイヤーとして全員共通して持ってることなので、まあ、それを目指すってことに対して気持ちは一緒ってことで、まあ、言葉が伝わらなくても分かり合えることの楽しさだったりっていうのは1年目2年目はすごく大きくて、まあ、その先にもっと良くしたいなとか、もっと味方を生かしたいな、自分をもっと分かってもらいたいなっていうところで、より言葉の壁だったりとか、監督の信頼を得たいとか、まあ、チームメイトとこうもっと切磋琢磨したいとか、まあ、そういうことに気づき始めてからなお、まあ、言葉の壁だったりとかっていうものにぶつかるというか、まあ、重要性を知るというか、まあ、それを知った上でじゃあどうするのかっていうことにつながったので、まあ、どちらかといえば先にこう言葉があるから海外は難しいとかって思うよりは、本当に必要になった時に習得する方が、てかまあその段階的にはすごくナチュラルだし覚えやすいのかなというか、まあ、話チームメイトが話していることをすごく聞こうかな、聞きたいなって思うようになってくるので、まあ、そういう意味では頭でっかちにとか最初に言葉をガツガツ頭に入れるっていうのはもちろん一つの、まあ、方法としてはありますけど、まあ、本当に自分がまず必要だなって思ってからの方が身につくのかなとは思います、はい。まあ、ヨーロッパ、まあ、特に自分はフランスでサッカーを長くやってたので、サッカーをやるっていうことが、まあ、まず一番にある、まあ、学校があって練習に来れないっていう選手がなあんまりいないというか、まあ、学校高校だったり大学だったりっていうその、まあ、カリキュラムももちろんあると思うんですけど、まあ、そのなんて言うんだろうな、練習があるからとかっていうよりはもうサッカーのために学校があって、サッカーのトレーニングのために、まあ、学校のなんていう先生の了解を得るっていう風になっているので、まあ、日本はどっちかったら高校があって大学があってカリキュラムがあるからその合間に練習をするっていうのを、まあ、プロと、まあ、もしかしたらアマチュアの違いだったりとか環境の違いだったりっていうのはあるかもしれないですけど、まあ、本当にサッカーをいつやった方がいいのかとか、試合が例えば昼間なのに夜に練習するぐらいだったら、まあ、昼に練習した方がもちろんいいしっていう意味では、まあ、本当に一番選手としてサッカーがいい状態でやるっていうのがまず一番にあるっていうのは海外の、まあ、良さだなとは思うので、まあ、日本はもしかしたらまだまだ難しいところあるかもしれないですけど、まだいきなりっていうのは難しいので、まあ、そういう意味では本当に少しずつ良くなっているのかなとは思います、はい。その最初の、まあ、何試合かだったので、まだそのと、まあ、言葉は悪いかもしれないですけど、とっちらかった状態でいろんな引き出しを作ってる状態だったので、まあ、また新しく、まあ、1年1年積み上げていく中で、それをじゃあどうやって力に変えていくのかっていう意味では日本のたくさんのスタッフのおかげで試合の数が増えたりとか、合宿のなんだろうな、日数が増えたりとかチャンスが増えるっていうのは、まあ、すごくいい変化だなっていうふうに思うし、まあ、そうやって臨機応変に頭を柔軟になんて言うんだろう、対応できるのが、まあ、日本人の良さなので、まあ、そういう意味ではプレーでなんて言うんだろうな、環境が変わってもすぐ対応できたりとか、今までは日本人同士だったけど、じゃあ海外の選手とやるときにどうやって自分たちがすればいいのかっていうことも、もしかしたらすごく一からやらなくてもできることも多いのかなって思うので、まあ、そういう器用さっていうのは日本の選手の武器だと思います、まあ、あとはその器用さあまりにダイナミックさだったりとか
ちょっとチャレンジができなかったりとか、まあ、そういうまあ、雑っていう言い方ではないですけど、まあ、リスクを冒して何かをするっていうその、まあ、大胆さっていうのはもしかしたら海外の選手に比べたら少ないのかもしれないので、まあ、そういう意味では今はまだみんなも若いし、今のなでしこの選手たちは平均年齢が低いので、まあ、そういう意味ではもっとトライしていっていいのかなと思うし、そういう選手と自分がやれるってことは、まあ、自分にもそういうことが必要なのかなっていうふうに思うので、まあ、そういう意味ではすごくいい状態でいるのかなって、はい、やっぱり新しい監督だし新しいチームっていうことで、やっぱ消極的なプレーっていうのはしたくないし、それが結果にもちろんつながればいいですけど、結果よりもやっぱり印象だったりとか記憶に残るようなあのプレー、まあ、存在感っていうものをやっぱり示していきたいなと思いますね。やっぱり見てる人に元気を与えるっていうのはアスリートとしては責任っていうのもあるので、まあ、そういう意味ではエネルギッシュにやりたいなっていうふうには思ってます、はい。まあ、今新しいことにいろんな項目でチャレンジしてるっていうのがなでしこの現状なので、まあ、そのチャレンジしてることっていうのは1ヶ月2ヶ月先のことじゃなくて、本当に根本のところを変えるってことなので、まあ、食事にしても体作りにしてももっと1年では多分改善できないような計画をしてるので、本当大げさじゃないですけど2019年のワールドカップに間に合えばいいなってぐらいのレベルの話をしているので、ここ1年どうとかっていうよりは本当 3,4 年後の自分たちを作るためには、まあ、この 1,2 年 3 年をジレンマ踏んでも覚悟しようねっていう時期ではいるのかなっていうふうに思っているので、まあ、もしかしたらここ 1,2 年 3 年見てる人たちにとってなんか全然変化ないなって思うような試合が続くかもしれないし、もしかしたら自分たちも全然できないねって思う時期がすごく長く続くかもしれないですけど、まあ、それも全部3年後4年後、まあ、その遠い先の自分たちがいい位置に入れるための準備期間っていうことなので、まあ、そういう意味では今までなでしことして何年先に目標を置いてそのために1からやるっていうのはなかなかなかったことだったので、まあ、そういう意味では長くいる私もそうですし、他の選手も長くいる選手たちにとっても初めてのことっていうのはあるので、そういう意味ではみんなフラットな状態、選手もフラットな状態っていう意味でみんな同じ気持ちで向かっていけるのかなっていうふうには思っているので、すごくいい状態かなと思ってます、はい。そうですね、今はまあ自分が拠点を日本に置いていないということで、まあ、合宿がみんなとやる唯一 の機会ということで、今まで日本にいた時の日本代表と海外に拠点を置いてからの日本代表への思いっていうのはやっぱり違くて、もしかしたらみんながあうんの呼吸でできることも、まあ、できないことももちろんあるし、なんだろうな、暗黙のことっていうのは自分には分からないこともたくさんあってっていうことが、なるべく試合に出ないようにしたいっていうのは日常生活も含めてあって、だけど海外に行ってるからそこをあうんの呼吸でやらなくてもいいんだよっていうところももちろん出していかなきゃいけないっていうのもあるし、それがこの海外の選手だからっていうのももちろんあると思うんですけど、日本人の選手ができないってことではないと思うので、そういう意味でこうあるものない人がとかない人がある人のっていうのを取り合えるような立ち位置とか位置関係とか、まあ、関係性ではいたいっていうふうに思うので、まあ、それは昔の自分よりはやっぱ環境を変えた自分の方がやっぱり視野が広がってるっていうのは確実に答えとしてはあるんですけど、まあ昔の自分の10代の頃とかの日本のレベルよりは確実に今の方がレベルアップしてるので、まあ、もしかしたら若い時の自分よりは今の方が学んでるのかなとも思いますね、はい。